エディジョーンズはアメリカ合衆国フロリダ州、ポンパノビーチ出身の元バスケットボール選手。NBA で14シーズンプレーした。ポジションはシューティングガード。198センチメートル、91キログラム。相性は EJ。大学はテンプル大学でプレー。2年生の時にはアトランティックテンカンファレンスの年間最優秀選手に選ばれ、また、 同行の NCWA トーナメントのエリート8、進出に貢献した。3年生時には19.2得点6.8、リバウンドの成績で、通算100アシスト100ブロック以上を達成した、同行初の選手という記録を残して、NBA ドラフトにアーリーエントリーした。1994年の NBA ドラフトで、ロサンゼルスレイカーズから1巡目11名を受けて、NBA 入りを果たす。 ルーキーイヤーは14得点にスティールのアベレージを残し、オールルーキーファーストチームに選出される。またオールスターウィークエンドのルーキーチャレンジに参加し、ゲーム杯の25得点を挙げて MVP に選ばれた。マジック・ジョンソンの引退から負け越しのシーズンが続いていたレイカーズは、ジョーンズが加入したシーズンにより、チーム成績が向上し始め、1996年には、 シャキール・オニールが移籍し、レイカーズは西の強豪の地位を取り戻すことに成功。ジョーンズはオニールに続くチーム2番目のスコアラーとして活躍し、1996から1997シーズンには通算得点でチームトップとなった。またこのシーズンにオールディフェンスチームに初めて選ばれ、NBA オールスターゲームにも初出場を果たした。 1997から1998シーズンに、レイカーズは61勝21敗の好成績を残し、カンファレンスファイナルにまで進出するなど、NBA ファイナル制覇も十分に狙えるチームにまで成長したが、ジョーンズは著しく成長した若手シューティングガードのコービー・ブライアントとポジションが重なるため、 1998から1999シーズン中にエルデン・キャンベルと共に、シャーロット・ホーネッツに放出された。ホーネッツで過ごした1999から2000、シーズンは20.1得点4.8リバウンド4.2アシスト2.7スティールの成績を残し、初のオール NBA サードチーム、3シーズン連続のオールディフェンスセカンドチームに選ばれた。20.1得点は、 チームトップ2.7スティールはリーグトップの数字であり、個人では自己最高のシーズンを過ごした。翌2000から2001シーズンにはサイントレードでマイアミヒートに移籍。この大型トレードはジャマール・マッシュバーンやアンソニー・メイソンなどを巻き込む大掛かりなトレードとなった。ヒートでも毎シーズン18得点のアベレージを残すリーディングスコアラーとして活躍したが、 2001から2002シーズン以降アロンゾモーニングの体調不良などでヒートは低迷期に入りジョーンズはヒートで初めてプレーオフ出場を経験2002から2003シーズンまで我慢の日々が続いたがヒートは2003年の NBA ドラフトでドーエインウェイドを指名すると翌2004年にはジョーンズのかつてのチームメイトであるシャキール・オニールをトレードで獲得 ヒートはイースタンカンファレンス屈指の競合に成長し、ジョーンズもレイカーズ時代以来の優勝を狙える機会に恵まれたかに見えたが、2005年のオフにヒートは補強に乗り出し、5チーム13選手が絡む大規模なトレードを完光。ジョーンズはジェームス・ポージー、ジェイソン・ウィリアムスとの交換でメンフィス・グリーズリーズに放出された。すでに30代半ばに差し掛かっていたジョーンズは、 グリズリーズで2年目となる2006から2007シーズンにはついに平均得点2桁終わりこのシーズン中にグリズリーズを解雇されたフリーエージェントとなったジョーンズと契約したのはフルスノヒートだった前シーズン優勝チームはオニールやウェードの故障などで苦しいシーズンを送っていたがジョーンズの復帰から徐々に調子を上げていきプレーオフに出場するも1回戦で4戦全敗で 敗退した。オフにフリーエージェントとなったジョーンズは、ダラス・マーベリックスと契約後、1シーズンだけプレイし、引退した。シューティングガード以外にスモールフォワードもこなす、スイングマンで、高いディフェンス力が特徴。オフェンスでもペネトレートアウトサイドシュートの両方で、貢献できる。人や試合に対する姿勢は誠実で真面目。ありがとうございます。